さあ皆さん、中央大学行ってみたいと思います。今日の長文は空小授5問全部行ってみたいと思います。で、皆さん、このヤダッチョスタディでは空小授問題なるべく多く扱ってるんですが、それは皆さんのリクエストが多いからです。確かに内容1問題と比べるとちょっと対策がしにくい、なぜかわかりませんが苦手意識を感じる、そういう方が多い分、皆さんには得にしていただきたいと思いますので多く扱っております。ですから、何を考えたらどうやってアプローチをしているか、そこを意識して喋りますので一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、まずは説問の指示の一読をお願いします。さあ皆さん、第一段落の全体像でございます。この後空欄1番に入る選択肢を検討していただきますので、まずは一読だけお願いします。さあ皆さん、選択肢はこちらでございます。この中から空所1番に入れるもの、一つ選んでいただきますとよろしいかと思います。さあ皆さん、まだ空所1番でございますので、一旦保留というのでもよろしいですからね。つまり空所1の後の2、3、4、5、それを先に検討して、そして最後に残った選択肢を空所1番に入れる、試験中はそれでもありです。ただ今回は授業動画でございますので、検討を始めますね。さあ皆さん、1文目でございますが、ディーゼルカーの運転手、その人たちにペナルティが課される話から始まってますよね。そして皆さん、次の文章を読んでいただきますと、バンを運転している人たちにも料金が課されますよね。そして次の文章中にはこれですね、すべての車に対して料金が課される。そして最後は2015年よりも前のディーゼルカーですね、そこに料金が課される。もちろん車に課されるわけですが、結局皆さん、運転してる人が払うんですよね。ということは選択肢の A、 運転手に影響が及ぶんですよね。ですから、このオレンジの下線部とつながっていきますので、空所1番の正解は A ということでよろしいかと思います。さあ続いて第2段落でございます。空所2番に入る選択肢、一つ選んでいただけますとよろしいかと思います。さあ皆さん、これは空所の右側のトゥーフ停止とつながっていく選択肢、2つ可能性がありますよね。そうです、選択肢の B と選択肢の D。 なぜなら皆さん、前置詞4がいますよね。で、皆さん思い出してくださいね、トゥーフ停止の直前に4プラス名詞、それを皆さん意味上の主語と呼びましたね。ですから選択肢の B であれば、呼吸の状況が行動を起こす、そして選択肢の D は政府が行動を起こす。皆さん、それでいくと行動を起こせそうなのは政府ですよね。で、皆さん意味内容上もバッチリでございます。政府がより一層厳しい行動を起こすんですね。で、皆さん、tougher ということで比較級が書かれているということは、その前の方ですよね。そこに何らかのアクションを起こしている様子が伺えるはずです。もちろん第一文目ですよね。政府が古いタクシー、古いバス、古いトラック、それに罰金を課すよう制約しております。まさにアクションを起こしてますね。で、今回空欄に今のところでは、それよりも tougher ということですから、うまいことをつながっていきます。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて第3段落でございます。空所3番に入る選択肢、残りの中から検討をお願いします。さあ皆さん、これ空所3番の前後の関係性でいけそうですね。ディーゼルカーと放出、まあ、つまり排気ガスのことなんでしょうが、その関係性がその次の文章中に書かれてますよね。そうです、ディーゼルカーがこちらで、皆さんこちらには大気汚染を生み出しているという話がありますよね。そうです、大気汚染というのは排出ガスの影響で生み出されたものですよね。となってくると、皆さん空所3番の言い換えはプロデュース、おそらく皆さんもこのプロデュースととの言い換え可能な選択肢を見つけてますよね。そうです、選択肢の C にそのまんま書いてましたね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。さあ続いて第4段落でございます。次は空所4番ですね。残りの選択肢は2つでございますので検討をお願いします。さあ皆さん、これは空所の左側の病院ですよね。そして空所の右側の皆さん、大気汚染、
つまりあまりよろしくない空気のことですね。で、それによって皆さん made worse 悪化している状況でございますので、選択肢の B のこのあたり、呼吸の状況、これとつながってきそうですね。で、選択肢の B の前半も治療している、もちろんそれは病院で治療することですね。ですので空襲の前後とつながってきますので、正解は B ということでよろしいかと思います。ということで皆さん、最後の空襲5番には選択肢の E、 もちろんこれが入ってくるんですが、念のため確認をお願いいたします。さあ、空襲5番の左側でございますが、1950年代と同様と書いてますよね。ですから皆さん、この一つ手前の文章がヒントになってきているかと思います。で、もちろん場所はロンドン、この空襲5番の左側にもロンドンの話がしっかり書かれております。で、その1950年代、つまり昔のロンドンが今日と同じと書いてますよね。で、どのような状況だったかと言われたら、この三角括弧のところ、 The deadly smogs、 そうです、死に至るようなスモックが発生した模様ですよね。ですから死に至る deadly、 これの言い換えが選択肢の E の killing、 そこにつながってきますので、やっぱり正解は E ということでよろしいかと思います。セブさん、お疲れ様でございました。空襲10問題どうやって解いたのか、次につながるようまとめてみたいと思います。一番最後に解いた問題は記憶に残ってるかと思いますので、それを例に言ってみますね。で、皆さん、空襲の直前の文章、まあ、ロンドンの話があって、1950年代の話もあると。で、空襲を含んでる文章中には、しっかり言い換えられております。で、もちろん選択肢はこれを選びましたが、これが正解に見えたのは、ここに言い換えがあったからですね。そうです。deadly は死に至る。命に関わる表現ですので、こちらの killing。ああ、言ってることつながるな。言い換え可能だなと思って、皆さんこれを正解にしたはずでございます。ですからこちらご覧くださいね。空襲の前後を見て、そして選択肢を確認して、このオレンジ色のところですよね、記号で書くとニアリーイコール、つまり言い換えを成立させているんですよね。ですから他の動画でも何回もお伝えはしているんですが、空襲10問では特に言い換え、これを意識して取り組んでいただけるとバッチリです。で、皆さん、これ空襲の直前の文章をヒントにしましたが、そうです、先ほどの動画ではお伝えはしませんでしたが、空襲の直後の文章をヒントにして答えを出したと、そういう方もいらっしゃるかと思います。なぜなら皆さん、この今日という表現ですね、それが次の文章の today、 ここに繋がっていきますので、この直後の文章をヒントにしていただいても OK です。で、皆さん、見ていただいて分かるかと思いますが、キリングの言い換え、キラーという表現ございますので、ここから皆さん、この選択肢を選んでいただいても OK です。ですから空襲の前後にきちっと言い換え可能な表現ですね、見つかるようにできておりますので、参考なさってくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。